ツッコミニュースランキング時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介しますまずはスポーツです、はい、プロ野球阪神は昨日ヤクルトに1対0で敗れ広島と同率の3位に後退しました、はい 一方、ヤクルトの村上はホームランが出ず日本選手最多となる56号到達は持ち越ししとなりました本当にクライマックスを争っているし売れた状況なんで村上選手に第3打席の申告権とがあったんですけどこれこうでもなければもっと勝負をする機会もあるんでしょうけど、ね、あのこっちも切羽詰まったものがあるんですいません <laughs> っとうっていうところがあるかもしれませんが <laughs>、はいまあ、これがこのクライマックスシリーズというものがある面白さではあるなというところ。 はい。えーうん そしてオリックスは昨日首位ソフトバンクとの天王山3連戦で2連勝を飾りました、ね、今日もオリックスが勝って3連勝となれば、ソフトバンクとゲーム差なしとなりますいや本当に、ね、負けられない戦いが続いていて、しかも首位ソフトバンク相手でしょうん、ここで2連勝、はい、2> そのオリックスはやっぱ強いなと思うし、えーうん、今日楽しみですよね、まあ、ただあの、ね、こういう状況なんで、京セラドームのゲーム、ねはい、どうなるのかというところもあるんですが、本当にね、プロ野球は今、何とも言います、それではニュースランキングです。 まずは第5位。 今日の敬老,老の日にちなみ、うんはい、総務省が公表した人口推計によりますと、うん、65歳以上の高齢者は去年より6万人多い3627万人で過去最多を更新しました、はい、総人口に占める割合も0.3ポイント増えた29.1%と過去最多となりました、うんまあ、あの本当に、えー、この敬老の日とそして子供の日にですねおじいちゃん、おばあちゃんの割合、まあ、65歳おじいちゃん、おばあちゃん、えー ちゃんと言っていいのかなんですけど生まれてくるお子ちゃんの割合と考えたときに、はい、少子高齢化というのがいかに進んでいるかということになってきますし、うん、これ、本当、ねえー、およそ人口の3割が65歳以上の方ですよ、ね、あのもちろんあのお体の事情とかでまだまだお元気という方も、ねえー、当然いらっしゃるしまた、本当こういった皆さんの人材活用みたいなものも本当大きなテーマだろうなと改めてて感じまますすい、ねうん、いろんな知恵持ってらっらしゃ続いて第4位です。 昨日午後、台湾南東部を震源とするマグニチュード6.8の地震が発生しました。はい 台湾メディアによりますと、カレン県の工場で機械の下敷きになった男性一人が死亡したと報じました。カレン県では建物一棟が倒壊したほか、橋桁の落下や駅構内での列車脱線などの被害も出ているということです。あのう、続々と映像入っているのを見ているとですね、非常にまあ厳しい状況のね、あの映像が出てきたりしますし、まあどういった形で本当日本が支援を助けをできるかということですよね。はい、続いて第三位。 関西の3つの空港の在り方について地元の自治体などが話し合う関西3空港懇談会が昨日開かれ、はい、2030年をめどに神戸空港への国際線の就航を認めることになりました。うん 合わせて関西空港の発着回数を2030年代前半をめどに現在よりも30増やすすすこととを目指すとしていますあの2025年の大阪万博に、はいまあ、一つまずチャーター便を飛ばそうという、ね、お話もあるということで、うんまあ、それを機にです、ねうん、外国のお客様が入ってくるということなんですけど、はい、あの特にあの旅行インバウンドの効果というのが、ね、ここ2年3年ガクッと、ね、コロナ状況で変わりましたので、はいうん、え今度関西万博を機にそういったお客さんも高度も含めて 読み込んでででいいいきたここまで戻るかですねねですねはい、続いて第2位は共同通信社がおとといと昨日実施した全国電話世論調査で岸田内閣の支持率は40.2%となり先月10日と11日の前回調査から13.9ポイント急落して、うん、去年10月の内閣発足以降最低となりました。うん 一方、内閣を支持しないと答えた人の割合は18.3ポイント増え最も高い46.5%となり支持率を初めて上回りました。 あのいろんな世論調査が出ているだけで今回共同通信の数字は、ね、今サインのくらいで、上四十点二パー40.2%というところなんですけど、はい、同じタイミングで毎日新聞が世論調査をしていて、うんはい、毎日新聞の世論調査だと支持率が29.29% 29割りましたって、まあ、ここで11ポイントまた差があるのもこれはどういうふうに見たらいいんだろうなるんですけど総じ、うん、て、えー、ポイント落としているということはう、ねうん、どうでしょう、この辺りの、まあ、もちろん統一教会の対応だったりとか うん、この国葬ということも含めてなんですけどえまあ皆さんの考えがいろいろあるのかなというところ続いて1位は大型で強い台風14号は昨夜、鹿児島市付近に上陸した後熊本県や福岡県を通って九州を北上し九州のほぼ全域と中国地方や四国の一部が暴風域に入っています。 大阪のテーマパーク USJ ユニバーサルスタジオジャパンは今日の営業を午後3時で打ち切り明日は終日休園します、はい、また今日甲子園球場で予定されていた阪神対ヤクルト戦は中止となります、はい、こ上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻6時27分回りましたここからは高橋洋さんでございます高橋さんおはようございます あおはようございます。ます高橋さん、東京の方は今雨とかは大丈夫そうですか?。昨日から降ってますよ。昨日から降ってます。いやいや結東京も強い雨でしたもんね。見てますよね。そう,そうですか。高橋さん、この三連休というのは、一回この間土曜日。 ね、どこもうも回はないですけどか <laughs> 大阪はあれ、普通うまい州なんですけどね,ねえっと土日はあの土曜日で帰ってきてそのまま東京でずっと普通のお休みです、うんはい、あではその高橋さんでございますがまずはこちらからでございますさあ岸田総理、拉致問題未解決は痛恨の極み日朝首脳会談から20年という話です。 岸総理は北朝鮮が拉致を認めて謝罪をした日朝首脳会談から20年と節目となりました17日、2002年。 5人の拉致被害者が帰国して以降拉致問題未解決となっている現状について痛恨の極みだと語りました北朝鮮の現状や拉致問題の今後について高橋さんにお伺いをしていきたいと思いますさあ高橋さんまずはこの現状というのはどうご覧になってらっしゃいますでしょうか、うん、そうですね、うん、なかなかあの進展しないというのはその通りですねはい そうですねあのまあ、もちろん各内閣が誕生するごとにですね、えー、拉致問題の解決ということをまあ,あ出てくるんですが具体的に進まないですね進みにくいですよねもうねうどうでしょうまずその進まないというのは高橋さんどういったところから見ればいいんでしょうか あのそもそも国庫がないですからね。あ,<ー>あの進みに進むようと思っても進まないですよね。でもその国庫がないというのは 根本的に大変ですよね、えー、あの日朝首脳会談、これまで過去2回あるんですけれども、はい、まずあの小泉さんと金正、はい、ジ氏がで、総書記がですね、あの会談をしたというまあ電撃的なものがあったんですが、<ー>あの頃の現状というのは、高橋さん、うん、今とは何がこう違うんですか、えっと、そもそもあの北朝鮮があの頃は、うん、えっは、国際的にちょっと孤立していて、うん、それとあとですね、そのちょっと前にあのブッシュ大統領がですね、はい、あの悪の数字 といいう言い方ししましたけどねイラン、イラク、北朝鮮をなさしで言いましたよね。うん、それで実際問題、イラクは後でやられちゃったんですけどね、うん、えとそういう状況だった時に北朝鮮は孤立してたんで、うん、それでまあ日本にちょっとあの、なんていうかな、助けっていうかね、あのうん、ちょっと接触してきたんだと思いますけどね。あつまり、北朝鮮の国内状況がもうどうにもならないような状況になってきたタイミングでないと。うん 逆になかなかそういう会談の機会というのはなくなるということなんでしょうかねそれは、うんあの、要するに孤立してアメリカにひょっとしたら潰されちゃうかもしれないという、うん、あの恐怖というのはあの、その当時はあったんですけれど、うん、今はだいぶなくなりましたよね、うんうん、どうでしょう、今、かなり金正恩氏自体は、えー、かなり強気な国内運営と見ていいんでしょうかね、その意味では。まあ、強気っていうか いろんなところを手玉に取りながらね、核がある国は潰されないっていうのが、まあ、国際常識であるんですけどね、うん、それを一応、達成したほとんど達成してますんでね、うん、その意味ではあの、えー、と2000年のときとだいぶ違いますよね、うん。となってくると、そこに加えて、ですね中国、ロシアとの関係というのもあると思うんですけれども、例えば中国というのは、北朝鮮に対して今、どういうスタンスなんでしょうかね。 あのそれは中国と北朝鮮の間もいろいろあるでしょうけどね、はい、ただでも、あの国境接してて、それであれですよね、安保理かなんかであの国連の話になった時も、うん、一応あれですよね、北朝鮮を擁護する立場ですよね、うん、あもちろんそ温度差は見え目にあるんですけどね、はいはい、でも北朝鮮、一応擁護する立場なんで、うん、あの日本から見たら、ですねやっぱりあの中国の日。 えと保護下にあるっていうふううに思えちゃいいますよねうんということは、その意味で言うと、やはりさっきのお話じゃないですけども、完全に孤立するっていう状況ではなくなってるということなんですよね、うそうですね孤立するっていう状況じゃないし、あとロシアも同じですよね、あのどちらかというと、まあね、北朝鮮よりですよね、だからここを接している2つの国っていうのは結構、あれですよね、2000年の最初の時よりかは、あの連携があるような気がしますけどね。 ととなってくるとですね例えば今後この拉致問題の解決というか進展というのは高橋さんあの状況とすると厳しいという見方になるんでしょう。厳しい 一般的にはそうでしょうね。あの北朝鮮の方から見て話を日本に話を持ちかけるえっ、ー、とインセンティブはあんまりないですよね。何かきっかけがあればいいんでしょうけどね,うね。本当にきっかけがあればいいんでしょうけどね。でも外交はだからあのこういう時にはあのまあある意味でねい,い,いろんな手を返しながらやるっていうのは試みが必要なんでしょうけどね。なかなか客観的には難しいですよね。あの特にやっぱり亡くなった安倍さんがですねえっ、ー、ともともとこの日朝首脳会談に、えー 同行していたところからですねこの問題に対して非常に積極的に取り組んで、えええー、いたと思うんですけれどもその安倍さんの時でもなかなかそのそれ以上の解決なかったわけですもんねああそれはできないですよねなかなかできなかったんで、うん、だからいろんなルートで取引はしたんでしょうけれど、うん、あのまあ、まあ、結果的には難しかったですね、うん、あのどうなんでしょうね特にほらご家族の方がもう高齢化も進んでいてというかもう随分代替わりもされてという状況の中で、うん、そうですね,ね無念の中で、ええ、お亡くなり になったというケースもね、た,た,た,たくさんありますもんね。そうですね。うん、あのまあじ時は待ってくれないですからね。うん、あのどうでしょう。最後お話ししったその北朝鮮の核開発というところなんですけどもね、うん、最初にう自分たちから使うことはないということだったんですかここに急に放射。そうそうそう。うん。<laughs> うん。いやあの使うことはないなんて言ってたのに、まあいろいろとあ,あの国はまあ吐きり言ってそんなに信用できないですかね。言ってた話は、ね、確かにまあそうですよね。えーえー、うん。とはいえ、<そ>うん。 今後いわゆるそのなんだ衛星の打ち上げ実験という形でま飛翔体を飛ばしてくるということも多々あるわけでしょうしね、今後ともね。 うん、もうそれはずっとそうですね、守備一貫して、うん、あれですね、核の開発はずっとしてきましたからね、うんど。どうなんでしょうか、例えばこのロシア・ウクライナ情勢があるま、うん、って、ですねまた何かこう北朝鮮を刺激しているのかなみたいなところもあったりするんですけれども、やはり刺激っていうか、ですね多分ですね、あのずっとも2000年の初めの頃からね、いろんな時間稼ぎをしながらやってきたことだと思いますよ。あ それで言うと本当におっしゃるように、うん、なんか捉えどころがないというか、ね、あの何を信じていいのかというところだと思うんですけれども、うん、今お話聞いてると痛恨の極みと岸田さんがおっしゃって。 その日朝首脳会談から20年、進展が難しいというのは、高橋さん、どうやらその状況だということなんですね。うそうですねあの、まあ、だからといって諦めるわけでもないんでしょうけどね、トランプの時にちょっとチャンスがあったかもしれませんよね、そうですねあのと、ね、時にいろいろとね、うん、でも、まあ、あの言ってもしょうがないんで、これはだからちょっと時間をた、うん、あ,のある程度我慢する。 っていうかかねのの仕事をこ,ちどころなのかもしれません、ねうん、あのやっぱりこの外交っていうのは悪い、われわれが見えないところでおっしゃったように、いろんなチャンネルを使って、接触は試みてるってことは、当然これ、あるんでしょうか、うちうちでは。それは,それは当然ですよね、うんあの。そういうお仕事の人いますからね。うん、だからその人は言いませんから分かんないですけど、うん、あのまあ、そういうあの接触を試みる人はいますけどね、うん。まあ、なかなか結果としてね、おい、それとすぐに出てくるものではないだからこですよね。うんもう あの一番マスコミさんに出ない話ですよ、分かってからしか出ないどんな形であっても、ね、その本当に解決というところが一歩でも見えればというところでございますけ、うんうん、そうですね、はい、そういうことを期待してますね。うんはい、では、続いていきましょう、こちらです、はい、さあ円安の影響なんでしょうか、それともウクライナ情勢の影響なんでしょうか、製造業の国内回帰の機運が高まっているようです。 生活用品大手のアイリス大山およそ50種類の製品の生産を中国の大連から国内の工場に移すことを決めましたこの中国大連にある工場では主に日本向けのプラスチック製品を生産しているんですが原材料価格や輸送費の高騰でコストが上昇しているということでさらに円安の長期化もあって衣装ケースなどの製造国内の3工場に移すということなんですねこれによっておよそ2割のコストの削減が見込めるということで さらに園芸用品や除雪用品品やなどの遺憾も検討していいるととうことですまた、およそ100億円を投資して岡山県は瀬戸内市に工場を新設するとも発表しているということなんですが、えー、高橋さん、こういった動きが出ていますがこのまず動きを高橋さん、どうご覧になってますでしょうか。うん 為替とあと要するにあの中国の共産主義体制っていうのを両方懸念したっていうことだと思いますよ。なるほどあの。我々なんか昔からねこういった工場って中国に移すと、うん、いろんなものがこう安くできるっていうふうなところをずっとここ何十年聞いてきたんですが。えー、まあ,あのその人件費が安かったっていうのは一つにあのその、えー、と中国進出か対外進出の一つの要因ですよね。を考えると あとその中国国内の人件費もその必ずしも安くなくなったとっいうことですよねうん、うん、あのおっしゃってた例えば中、中国の中国の人権問題みたいなところっていうのもこれ、少、えー、しあもちろん影響ありますよ、うんえと。このウクライナの話以降、デカプリングって言うんですけどね、中国に依存したビジネスっていうのはちょっとやりにくくなってきてますよね。うん、えと例えばね、ウイグルの話を、えー、と現在で使うと人権問題でやられたりしますよね。 だん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 そういうその人権問題それでそういうのやってる企業は欧米なんかで商売しにくくなってきてますからね特にやっぱりグローバルを考えた時には中国が全然プラスにならなくなってきました、ね、うあのいろんなデータによると帝国データバンクの調査ではロシア・ウクライナ情勢による企業の仕入れの影響調査という中で、えー、企業の50%およそ半数がですね仕入れ数量の確保が難しいあるいは66%が仕入れ価格 が高くなって 国内へ切り替えることを検討しているという企業が20%あるということなんですけれども、うんうん、これはやはりこの動きは加速していきそうなんでしょうかね、これは。特にあれですよね、えー、っとウクライナの話であのデカップリングの話っていうのはもう構造的になってますんでね、うん、そ,それはそうでしょうし、まあ、あと為替もそう簡単には、まあ、あの戻らないというふうに予測すれば、まあ、当然、国内の方がいいと。 より安全かということになるんじゃないですかね、うん、これとなってくると例えば日本のいわゆる中小と言われる下請けの業者の皆さんにとってはこれは、えー、といいニュースというふうに見ていいんでしょうか中小ですかはいはい中小から見ると、うん、あのいいか悪いかというと中小はあんまり海外取引とあまり関係ないですからね、うん、だからあんまり関係ないですねあ,<の>あ,ああそれはちょっと増えててもまああの 自分がそれとしては下請けになるかもしれないんでねんよろしいんじゃないですかね<ぁ>あの要するにそういうチャンスが増えるってことですよね今まで中国にがあの要するに工場みたいな形になってたのが日本に移りますからねうそうするとその工場の役,役割っていうのを下請けがやるときもありますからねあのとだから中国から日本に国内に回帰してるからといって、はい、じゃあそういった業者さんがすぐに売ろうかとそうではなくって。 は少ないですけれど、うん、でもあれですよね中、中小からしてみたら、うん、あの悪い話にはなかなかならないと思いますけどね、うん、要するにライバルが増えるわけでもなんでもないですしね、自分のところがひょっとしたらより近くなって、うん、取引が多くなる可能性の方が高いですよね一方で、えー、それを補ってあまりあるというんでしょうか、円安が止まらないというか、が一方で、やっぱり中小さんにとっては厳しい状況があるんでしょうかね。うん そうですよね、ちょっとはね。円、え、安、ー、<の>は中小にとってあんまりプラスではないですよね、大企業にはプ,、ね、プラスですけれども、中であの例えばその中で高橋さん、いろいろ記事書かれてるんですけれども、例えば政府の物価対策みたいなところを見ていると、はい、まだまだその対策、力不足で、いわゆる需給ギャップはなかなか埋まらないんじゃないか、もっと埋めていかなきゃなんないんじゃないかというお話ありましたけれども、高橋さん、このあたり、円安進んでいる中でもどうでしょうか円安 <laughs>、まあ、っていうとき、みんなね、企業の話ばっかりするんですけどね。 日本政府が多分円安の恩恵を一番受けるんですよね。うんうん、本来なら。うん。あのなななんてかわかります。か多分多分こういうのはあのほとんど報道しないんですけどね。日本政府ってね120兆円ほどね外債投資してるんですよ。なるほど。はい。だからそれがねものすごく儲かっちゃう。先ほどば数十億円も<ー>数十兆円のレベルで儲かっちゃうんですよ。はあ。だって外債投資してるからその投資収益っての、ね、円買い換算するとものすごく儲かるんですよね。はい。 で、そのもうなんですか,かそのお金を、うん、そのお金をね、みんなで使えばいいんじゃないかと、私言ってるだけなんですけど。はい、なんか、そういうことは、全然言わないですね。そのお金は。どうなってるんですか。えあの政府の中の、あのポ財布の中に入るだけですよ。で、それ、それは還元されないんですか。国民。だから、みんな言わないから、還元しないでしょえ、誰、誰が言ったらいいんですか、それ。 え<だ>こういう番組で言う<だ>すごくセーはな、私今言いました、120兆円あってね、2>, うん、2割ね、うん、円安になったら、それだけで、うん、えっと、24兆円。本当は3割ぐらいだから、30兆以上儲か,り儲かってます、ね。30兆って言ったら、だって、公開予算も3分の1ぐらいですよ、あっという間に。うん、だから、その分だけいただきなんだ。 いだからその一部でもあの返してもらって、大変な中小企業に回せばいいでしょって、私なんか言ってるだけですけどねあのいつもほら、高橋さんがね、はい、その例えば、うん、補正予算を組むにしても、そんなもうね、数兆円レベルじゃなくって、30兆規模でとかっておっしゃってるじゃないですか。うんうん、そういうふうに言うのは、簡単に財源が出るから言ってるだけなんですけどね。はあ え、これ一番簡単でしょ。<な> <laughs> でも置いといてもしょうがないですよね、政府だって。あ、置いといてもしょうがないですけどね。<う>それを国民に渡して発想がないですよね。なんか。あ、<し>だからね、私がちょっといろんな話するとね、<う>埋蔵金ってすぐ言うんですよね。はいはい。はい あだから別に埋蔵金っていうかあの確かに政府の言っててもしょうがないでしょって話を私はしてるだけなんですけれどこいいいいじゃないですか別にあの安保税に入れて儲かった話なんだからって言うんですけどそれをでも誰も国会でも質問しなかったら言わないとそのまんまですよねでもこれこそ例えばおっしゃるように野党とかが言えばいいね言えばいい話ですよね言わないですねあんまりね不思議ですね高橋さん言うたけたらいかがですか私だからこういうところ誰にでも言ってますよ よっってって <laughs> こと 知ってるわけでしょ政府の中ではあるなとえっとね案外知らない人多いですねだからこれ財務省がやってるやつなんでねこれ結構秘密のベルに包まれたところもあるから分かりにくいには分かりにくいです分かりにくいんですかそうですねだからマスコミ社なんか知らないんじゃないですかねレクチャーされないと分からないからレクチャーしませんからそれでいうと誰の財布も傷まずにねそう誰も財布も傷まずにたまたま外債投資を政府がやってたからそれの 円安、うん、による恩恵を国民に還元するって言ってるだけですけどね、うん、だからこういうふうにやれば、簡単に、ねあの、なんか数十兆のオーダーの会社が簡単にできちゃいますけど、ねうんうん、だって、必ずそこでね、うん、やはり国債発行するだ、しないだっていうことで揉めるわけじゃないですか、うん、いつも。 そこに絶対もなしんよねただ単に開催してたからそれ,でそれでちょっと儲かっちゃいましたっていう話ですからねうわちょっとこれは高橋さんこわだかにあのうちの力は私,私はずっとこわだかに言います言ってるけどね <laughs> あの全然ほとんどねっていうの世界でしか取り上げてくれないでもこれ現実的な話ですけど高橋さんあの秋にね、えー、例えばあの補正予算をしっかり組まなきゃいけないんじゃないかというお話をなさってますけれども、えー、現実問題これ出てきますよね。 出、うん、てくるけどこういうのって、あのー、私政府の中にいる時に、ね、簡単に、うん、だから安倍さんとか菅さんなんかにはこういうのをポ,ポッと言っちゃう。 言っちゃうから、まあ、その時はあんまり円安じゃなかったから、なかったんですけどね、<ー>普通は言うと結構、それなりに、ああ、そうなのって言って、うん、結構喜ぶ、喜んで、政府の中でも対応してくれる人が多かったですけどね。現実としてですよ、例えばこれで景気対策なりができて、ですね <laughs>、はい、それ、例えば物価に対してもコントロールできるとか、そういったところでわれわれ国民に恩恵出てくるんですよ、うん、岸田さんの支持率だってぐっと上がってくるわけじゃないですか。すと,すというふうに思うんですけどね、うん、案外これ。 話聞いてる人って、うんあの、財務省の人はこういうこと言わないんですよね、えー、結構ね、私、具体的にこう,いうこ,とこ,うこういう話したのは、小泉政権の時だったんですね、結構円高、円安になった時に、はい、こういう話して、してですねそれで埋蔵金ということ言って、うん、あのと時に40兆円ほど捻出したんですよ、はあはあ、これでいろんな対策やりましたけどね、うん、でも今、やる人いませんね。 うわもったいなでも今お話聞いただけでおっしゃるようにそれだけ百日十外債があってですねその分円安の恩恵があるんだから間違いなく投資してす間違間違いなく投資してるんですよ <laughs> それはもう間違いないんだからだからちょっとあのその外債をちょっと売ればね、うん、あの簡単にその売売却益って形であのさっきの何十兆って話が出てきちゃうんですけどねあ,あの高橋さんこれないですか知ってるけど今使い道を考えてるとかってことはないです全然そうじゃない <laughs> 全く、ね、言わないでねそのまま時間切りになるパターン そうなんですねかりましたただお話があったときに我れ今度例えばいろんなニュースを見ていくあるいはお伝えしていく段階で今そこで30兆近い真水としてのお金があるというところは考えと考えととがいいですよね我々われもねさっきのあのさっきの百に百0百もうちょっと今大きいんで150兆円弱ですけどねそのうちのね取得為替レートの取得した時のレートっていうのは104円だった確か思いました。円 うん、だからそれより円安になってると売却売却すればもう本当にウハウハですウハウハですよね <laughs> そう <laughs> うーわー わかりました。これはちょっとあの我々も見ていきましょう。これはで高橋さんいろんなところでまたおっしゃってください。これはいろんな番組みな。いないって言われたらねあるじゃないかって言えますもんね。はい。それではごめんなさい。ここで気象速報が入ってるんでえっとこちらだけお伝えしておきます。ええ MBS 気象速報まずは高し暴風高潮警報が豊岡市とそれから霞町出ています。それから暴風警報が西脇市丹波佐山市八尾市 丹波朝子市と出ています暴風警報同じく思想市高町市川町福崎町上川町佐用町、うん、そして暴風警報が新温泉町に出ていますえ、うん、今後ですねこういった形で高潮警報それから暴風警報は出てくると思います、はい、随時お伝えをしていきますご注意ください,いさあそれでは続いて参りましょう続いてこちらでございます、はい さああ安倍総理の国葬海外から700人参列へ岸田総理の聴問外交は3日間となりそうです。<music> 政府が今月27日日本武道館で実施する安倍総理の国葬に出席する外海外からの参列者についておよそ700人を見込んでいることが17日分かりました、うん、各国の首脳らに加えて生前の安倍氏と信仰が深かったアメリカのキャロンライン・ケネディ元駐日大使の出席も調整しています岸田総理国葬前日の26日から順次海外からの参列者と会談に臨むということで27日を挟んで28日までの3日間で行われる見通し 多い日には1日に20か国くらいの要人と会うという予定だということですが、うんえー、高田さん、まずこれがいわゆる弔問外交と言われることなんですね。そうですね,ね、はい、高田さん、えー、いろんな ここにきてまた国葬に関してお話出てますけれども、うん、高橋さんはまず改めて<え>この今回の国葬についてどういったお考えでいらっしゃいますでしょうか。なんかあの法律の根拠がないっていうのを理,解、うん、理解っていうかそれが結構多いんですけどね。 ちょっと、役人から、役人から見たら、ちょっと信じ難いあの理由で反対してるなと思いましたけどね、うんうん、そこは。はい、えっと、はい、法律の根拠がないって言うんですけど、それは吉田総理の時、うん、吉田元首相の時にはそういう議論があったの事実なんですよ。だから、あの、それを踏まえて、えっ、ー、と、1999年ですけどね、うん、えっとね、省庁再編っていうのはやったって覚えて、皆さん覚えてますよね。で、はい、省庁で、はい、えっと、合わせて、うん、その時に内、内閣府の設置法っていうのも直して、もう,もう他の法律、他の省庁をみんな直してます。 うん、そのにあに、あのそういうふうなあの過去の宿題を全部クリアしてるんですよ。うん、で具体的には、だからその時に内閣設置法ってところで国の儀式で書いててあって、うんうん、これであの例えば吉田総理の国葬はこういやあのその時は法律はなかった、あれは1967年とかはなかったんですけれど、だからそれ、いだからそんな話、今更すると国会議員がもしかしてたら恥ずかしくってね。 国民はかあの国会は関与しなきゃいけないという人いるじゃないですか国会が関与する最高の形式って法律なんですよねだからそれでも終わってる話をしてるっていうことですね。うんうん だからそのところの議論が平行線とは言いつつもえ平行線平行線じゃないですよあの決着ついてる話決着はすでに決してるんだってことなんですよねそれをだから平行線のように報道するしでもうびっくりしますあれはねああなるほどえまあだからそういう理由でねいろんな差し止め請求がたくさんあったと思うんですよいろんな地方裁判所あれ全部却下ですねうんなるほどだからそこは法律に基づいているのでということなんですよね却下されていくと法律だから国会がきちんと関与するっていう意味ですでに決着済みですよねであれ 今でも言ってるあの野党の党首の人いますけどね、ちょっと不評、うん、も肌肌しいですね、うんあの、そんなのすごいクリアな話だなと思って見てました、うん、これ、まあの、その上でこう27日をどういう形でねそれぞれの地域が迎えるかということはあるんですけれども、うんまあ、もちろんこれ、例えばなんだろうお、反旗に対して強要するというわけではないというようなメッセージも各自治体からは出てますも,ん、ね、<laughs> もちろん、だからその強要、うん、強要じゃないっていうのは面白くてね、うん、あの国葬に反対な人ほどね、うん、あの他の人に 行くなって共有するんですよね。なるほど。<laughs> 面白いですね。なんか反対の人ほど共有するんですよね。く<笑><笑>行くなということを共有する。そうそうそう。面白いですね。<ー>なかなかねこの話はねみんなだからダブルスタンダドで平気でやってて。ね 強要するんだったら、うん、あの行くことも強要するわけじゃないんだから。本当に個人の自由ですねなるほど、ね。でも、あのすごく、あの反対しているほど人ほど、誰しもが、はん、行くなって言ってますからね。面白いですよね。なるほどね行く人は全然反対する人は、はそうですかって、で、終わっちゃうんだけどね。うん、なるほど。これは、と、実際にまだ出席者が、あの海外の要人の方もなんですけども、うん、トランプさんもこれ。 どうなんでしょうかね、来るか来ないか分かんないっていうね。要するに、こういう話っていうのは、事前にね、聞かれて答える人も少ないと思いますよ、行く、行かないっていうのだからなんか、行かないっていうのを、声に言う人ってのは、ちょっとね、普通の常識としてじゃないと思いますけどね、お葬式の話で言わないですよね、これ、例えば、そのいわゆる海外の要人の皆さんとの弔問外交ぐらいになってくると、ですねいろんなスケジュールあると思うんですけれども、この3日間に関して言うと、比較的 そこはもう。

作ってるっててるいいうぐらいの話でだから立ち話だっていくらのでも批判しにくいでしょうからね、まあ、どっかのところに場所を作るっていう話ででもその場する場でああとか言ってね思人とと会ってってていううこともあるでしょううんあの例えばここに来てね、はい、あの高橋さんいろんな、えっと、内閣支持率のデータが出てて、はい、共同のデータだと40%ぐらいというところでこれもちょっとポイントを落としてて、えーまあ、毎日新聞に至っては29%っていうものすごく誤差あるなと思うんですけれども。はい 実際例えばこの数字をご覧になった、うん、あの高橋さん、どうお感じになります、まあ例えば共同の40%とかってうそうね、うん、かなりあの岸田さんがヘマをしちゃったなと思いましたけどね。どこですかね、一番の話はね、うんあの、要するに岸田さんってやりたいことって人事なんですよ、うん、あの何かって関係なくてね、人事やりたいって言って,て、それ今まで去年2回、組格したんですけど、自分の思い通りの人事じゃないんですよね、で<ー>で今回初めて参議院選挙を受けて、自分の思い通りで人事したいっていうふうに思ってて、でそこで、あのまあ、安倍 知外し。 っていうのを画策してて、うんうん、それで人事をしようと思ったら、とぐぐまあ、本当に偶然ですけどね、安倍さん、ああいうふうな暗殺の不幸な話があって、うんで、それで、でも人事はしたい、うん、でも人事はしたいんですけれど安倍さんの話もあるから、とりあえずそあの保守系を開示、うん、するために国葬の話をすぐ持ち出したの、うんあの、要するに、遣唐使の岸田さんがこんなに決断するのは不思議なことぐらいですね。 作らいたくないからってうでそれでその後は安倍派外しってんで一番手っ取り早いのな,んていうかな統一教会の話なんですよ。うんうん、統一教会の話を持ち出して、うん、あの多分意図的に、えー、と出してると思いますけどね、そこで安倍派外しのムードを作ったと。でも予想外だったのは統一教会の反対っていうのと国葬反対が完全にあの、まあ、メディアの報道が多分中心なんですけどね、そ,ねそれで一致しちゃって、うん、それでそれがあの今の支持率に変えて、だいぶうめになってる。 って私にはそんなに見えますね。あのだから頭いっぱいだったから、えっとペロシさんが来た時に、えっと E-Z に五月打ち込まれても、あの全然 N-S-C ってあのはい、国家安全保障会議やんなかったですよあんたびっくりしましたけど、でも頭が人事でいっぱいだったからってどうもそうらしいんですよね。それであのあと国葬をすごく送らせてやるっていうのも私もすごく不自然な日程だと思ってたんですよ。これはあの国連総会の後なんですよね。だからちょっとこれはないんですよね。普通はもっと早くやるのは。 あの総理ですか,かでもっと早くやるの普でもそれはでもな自分がすぐ改造したいからっていうのを優先したから国葬が後になっちゃったと私は思いましたけどね。というだと、まあ、っぱり内閣改造が先だったってことだったんですね。だから全部内閣改造が頭パンパンになってるっていっていろんなことが全部説明できるんですよね。はあ。だって本当にそ,、ね、その内閣改造をうまくするために国葬も先に早くやったし、うん、それで統一教会も出したっていうところがやっぱりミスだったと私には思いますけどね。ちょっととその話な 少しあのお伺いしていきたいと思います。はいうん、一旦お知らせです。うん、はい。さあ時刻6時56分回っています。引き続き高橋さんとお話し進めていきたいんですが、高橋さんそのねあの人事のことで頭がいっぱいとお話ありましたけど、はい、でも人事をしたいということはその先に見据えてるものがあるからの人事だと思うんですけれども、えー、それがないのが岸田さんなんですよ。<laughs> ああ時々はそう,いう人事部長でそういう人いるでしょう。いやでも例えば自分の意のままに人事をやって でその後に、うん、ほらなんかこ,いやいやこのそ,そこで終わりって人もいるでしょ <laughs>。<laughs> でも本来普通に考えると、うん、あのやりたいことがあってそのために人事するそうなんですでもそうじゃない人いますよ。うん、は人事がやりたかっただけ。そ,ううん、<laughs> それは安倍派を外したかっただけ。 自分の思い通り人事したかったって、それに尽きるんですよね。<ー>その時に、だからあの最初は、だから安倍派にいろいろ配慮しちゃったんですよね。一番典型だから岸さんなんですよ。岸さん、はい。うん、防衛大臣ですね。うんねはい、だからあとにかく外したいと思うから、いろんなことを言ってて、世、うん、の中にあの統一教会の話もあったから、そこに飛びついちゃって、うん、統一教会で人事しますって言っちゃって言っちゃったんですよね。 やったはやったなんですけど問題はまあうちのこの円安どうコントロールするかまあコントロールするかどうかですけど<ー>円,安円安はだから全然興味ないんですよ、うん、興味ないでも本来人事が死んで、うん、でもうだったりとか問題としてみれば物価が高くなってきている、うん、そういうのも興味が少ないんですよ人事がやりたいから <laughs> 安全保障の脅威だって大変安全保障もあれで人事したいから NHC 開かないんですよ <laughs> そらあのいろんなことを検討しているというのがなかなか見えないのはその通りだなというのは今,今,今のお話聞いて全部が腑に落ちるところがありますけれども <laughs> とはいえあの国家のですよこうコントロールしないといけないわけじゃないですか、うん、あの国の。でもね、うん、さっきの、ね、円安の話なんかはねた、うんまりと政府の方でお金がありますよって話は財務省だとすぐ分かるんですけどね、前、うん、に財務省の取りがそんなことも言ってもらえないんですよ。うーん でもこれだけ例えばそれでいて支持率が上がってこないというのは、やっぱり焦りますよね、岸田さん自身も今までは検討で支持率が上がってき、上がそう維持したのにね、うん、でも逆に言うと、何も検討だから、もう何もしないっていうのはばれたっていうのとも言えますよね、今回ね、うんまあ、例えばこれ、統一教会、旧統一教会との関連がある議員の名前をリストを出したとてね、なんですよ、<の>これは。 な何にもそうど,どっちにそうそう、うん、どっちにこのでもダメですからねこれはねドイツ協会はリスト出したところでまだ不十分だって言われるのは確実ですから、うん、これ例えばこれ党内みたいなところがこう なんだろうえー、いわゆるコントロールできてくるんですかね、この数字ができ,で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 きないです、これ、だからどん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 悪くなって、大変ですね、うん、これねえあの。どうですか、きな臭い話になってくるということもあるんでしょうかもちろんありますよ、えー、と多分だから、秋ぐらいに解散っていうふうに手を打つ可能性あるんですけどね、<あ>あのこれはね、区、うんね、割りっていうのがあって、ほら、はい、一辺の格差っていうのがあって、それぞれ、はい、あのほらあの、なんだっけな、えーと、選挙区調整しなきゃいけない,ない、はい、そうですよね。うん、あれ、ね、山口 の話結構厄介なんですよね。そうですね。山口重増増減の中で山口どうするか大きなテーマですもんね。そうですね。それで、あの秋に選挙しちゃうと今のものできちゃうんですよね。だからそういう先送りするために、あの選挙した時期に走っちゃうと可能性もありますよね。なるほど。それで今やれば、あの野党が準備できてませんからね。あの岸田さんでも勝てるかもしれないと思ってます。勝てるかもしれない。わかりました。ではそのあたりのお話、情報の後に整理したお伝えをしたいと思います。一旦指時のお知らせでございます。 いや確かに一部週刊誌とかでね、この秋に焼けっぱち解散があるんじゃないかみたいなお話で出てましたけど、焼、うん、けっぱちは、そのね、えー、とせっくわ割の話がうまく調整できないからっていうのがありますよ今のま,だまずやっちゃって、とりあえず、うん、いや、右肢、うん、的にやれば、ですね相手が整ってなければ、ね、あのか勝てますからね。ということはあの、実はこの間の参議院選挙終わって、選挙のない黄金の3年間なんてことは全くないで,できるんじゃないか とかって言ったのも、実はそんなことは全くなかったってことですから。まあ、もともとあの就職を期待しちゃいけない方ですからね。<laughs> <laughs> いや、でも確かに。 あのそういったお話も出てくるんでしょうねとなってくるとまあ国葬も,もそれは出ますよ。うんね、あのそれであのひょっとしたら脅しも出るかもしれませんけど脅しの方はね、うん、えと来年のサミットまでが脅、まあ、しにくいんでね、うん、その脅しの話はで可能性少ないんですけどねサミットは広島でやるじゃないですかだからあれを言う態度っていう話が必ずありますからねそこまでやあの引っ張っていこうと<ー>そうするとダメージが少ないように、うん、あの来年の秋あ今年の秋ぐらいに総選挙をしと 行けばいいかなっていう手はありますよね。一旦そこで信任もらっといて、うん、で、ねえー、次のサミットを花道にご誘っ、うん、ようだけた筋書きやんなという。<laughs> はあ、はあ、で,もでもそれと思うと高田さん常に国会議員の人とかっていうのは常に選挙が頭の中にあるんですね結局はね、うん、選挙が頭の中にあるから先の先まで読みながらみんな考えて行動してますよね、うんうん、ででだからこそ人事がしたいみたいなところも見えてくれない <laughs> もう人事がしたいっていうのはね本質だから要するに人事だからもう一生懸命したいっていうのはもうあの岸田さんの特質なんですよねでもそうやって思うとなんか僕らの方向い,向いてくれてない感じがありますよね,すねあのいわゆる国 私はじ人事が頭いい、あのいっぱいだったら、<laughs> 無理でしょ <laughs>、うん、え、そうでない人、でもそうでない人、を我々は常にこう期待したいじゃないですか。うん、<挙>そうでない人はね、うん、あの、まあ、あの安倍さんとかね、菅さんってそうじゃなくてね、先にやりたいことがあるんだけど。うん、そこはだから、既得権の触れちゃうから、よってたかってみんなが叩くでしょ <laughs> う。ん、なるほど。だから、逆に言うと、岸田さんは人事っていうのこと知ってたから、うん、そういう叩かれ方はないんですよ。うん。ある意味、すごい平穏な感じで、粛々と毎日がすん。 で行くっていうことなんですね。あの岸田さんだ何も何もだからやらないから、あそこの文句はないんですけどね。あのその意味ではでもんこん今回はだからやらないのがばばれちゃったって感じがしますけどね。で,ねでもなんか、うん、今回総選挙で総裁選ばれた時にはね、はい、ええー、党内の選挙で選ばれた時には前の時とは変わったなというイメージがすごい岸田さんに対してあったと思うんですけども、ずいぶん分自分からメッセージもね、うん、発するようになった。はい ななられたんじゃないかっていううなてや、うん、でもあの内閣支持率って僕らの主張率以上にねああい多分も,あ<の>もっと気にしてると思うんですけど、まあ、気にしてますけどねだからまああ,のある程度捜査もできますからね、うん、から何もしなければこんなもんでってこれであの左の方をねちょっと味方につければね結構そこそこの支持率は確保できるんですけどね,ねただもうねあのこの国葬とあれは本当にえー と釈放しすぎて、大ブ明なんですね。この統一教会と国葬はね。さそうか、さに溺れてしまったということなんですね。私には。わかります。おそらく来週ご出演をいただくときには。あの、国葬前日ということになってますんで、また世の中、ちょっといろんな動きあるかもしれませんが。改めて来週よろしくお願いします。高さん、どうもありがとうございました。どうも、お願いします。あ、の、一国の総理ってね。いろんなことを考えながら、当然、国家の舵取りを。 してると思ってるんですけど。はい、いや、それは人事課で、それ頭にあるでしょうけど。今おっしゃったように、はい、本来、え、何か政策を通したいから、人事が。そうですよ。そうですよ。 あると思いたいんですけどああ、会社の人事部だってこんな会社に来たいからこういう人事をみたいなことですもんね。<laughs> もしかしたらラジオ聴きの皆さんの中でも、ねええ、あうちの会社の人事も人事好きやなそういうところも多いんでしょうか。ねあのうう我が社は大丈夫かと今ふっとこう心の中でいろんなことを感じながらですけどね。ねいやあのとはいえ本当に言うようになんだろう、はい、えっと。 いろんなことをほら日常生活でもあるじゃないですか。想定もしてなかったような、いや、だと家の中でもそら、えー、考えもいなかったら事故に遭うとか、うん、事件に巻き込まれるとか,とかっていうのもあるし、はい、お父ちゃんの給料びっくりしたぐらいにあるえらいことになったとかも。うん あったり。でもそういう時に、どういう言葉を発してくれるかとか。そういうのでね、あの、ついていこうって思うかどうかって、変わってくると思うんですよ。でも、そうやって思うと、なんか、はい、いろんなものの、い、なんか、写し鏡じゃないんですけど。ね,ね、見えるとこあるかもしれない。人がやることですからね,ね。はい、さあ、それでは、あ、時刻七時五分になりました。この時間のニュース、まとめて、お伝えいたしましょう。M. B. S. ニュースです。メガネの愛眼がお送りします。